はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルを運営してます久木元です。この日はですね、のこの島の港からですね、バスに乗りまして、アイランドパークにね、行ってみます。その後アイランドパークをねずっと中をね歩いていくというそんな動画に、なっています。先ほどね、バスというかね船を降りまして、もうすぐにね、バスがね待ってましてね、まああの路線バスない時間だとね、まあ、臨時がまあどうなんですかね、いつもあるかないかわかりませんけど、まあ止まってますよね。260円ということでね、まあ路線バスの臨時なんでね、全部バス停止まりますけど、山の中ねぐちゃぐちゃ走りながらね、到着するという感じですね。まあ、この日10月4日の平日ということでね、ものすごくね天気のいい日です。で、行ったのは12時ちょっと過ぎの船だったと思うんですけどね、天気がいいんでね、ものすごくね人も多いだろうと思ってね、まあ行ったんですけどね、まあ少なくともね船は少ないということでね、あんまりねまあいないのかなっていう感じで、ここまでね到着したというところですね。まあ船に乗ってたのも何十人か、3、40人、ここまで来たのもバスで来たのは結局10人ぐらいなじゃなかったのかなということでね、入園券を買いまして入ります。まあ、1500円ということでね、まあ、ちょっと値上がりはしたのかな。で、横を見るとね、バスの時刻があるんでね、これ乗り損ねたらね、もう1時間に1本しかないんでね、大変なことになりますんでね、ちょっと画像で撮ってきますけど、この日のね、目的はこれなんです。手形の皿作りということでね、まあ、うちではもう、20年ぐらい前から子供にね、作ってたんですね。手形を、押して、焼いてもらうっていうのこののこの島でねずっとやってたんだけども、もう子供も多く大きくなってね、まあ、これすることもなくなったんだけども、まあ、今度ね、孫ができましてね、この孫に、愛してやろうということでちょっとね思い立ちまして、10日ぐらい前かな。で、まあ日がいいというかね、この日がたまたまね仕事もなくて天気が良くて、平日ということでね、やってきたというわけです。まあ平日選んだのはね、まあ人が少ないだろうということではあったんだけどね、いやいや、しかしまさかこれほどのね少なさというかね、ほぼ誰もいないっていうぐらいね、まあいないとこをねちょっと撮ってるとこもあるんだけども、本当に少ない、そんな日でしたね。はい、ということでね、まあいつものルートということではあるんだけどね、この先のね、まあ、展望台ではないけども、まあ、広場の方にね、まあ、大体皆さん行くとは思うんだけども、そちらの方に向かっていきます。その途中にその手形の皿をですね、作る場所があります。で、今日少ないのはね、まあ、おそらくね、花が咲いてないからだとは思うんだけど、まあ、10月の頭はね、花咲いてないっていうのはもともと分かってたんだけどね、まあこれだけの理由で少ないのかどうかはちょっとね分からないんだけども、もういつも来てる時はねもういっぱいでね、もう船に乗っても積み残しされるしね、臨時便はどんどん出るしっていうのはね、まあ、臨時便はバスの方ですけどね、まあそんな時に行ってましたもんね。まあそれはもう15年とか20年前の話ではあるけども、まあそんな経験しかない、というかそれがもう思い出に残ってるというところですね。まあこの日来たのもだからそれから15年ぐらいもう経ってるわけですね。がしかし来てみるとね、どこもね、もう前と同じですね。まあただ何もやってないとすごくね廃れてると思うんだけどね、まあきちんと整備されてね、施設はね、まあピカピカとは言わないまでもね、もうすごく
綺麗というかね、きちんとされてますね。まあ、まあね、たくさんのね、方が、こう、あちこちでね、まあ、選定とかね、こう、されてるの見ますもんね。で、ここね、花畑になってると思うんだけどね、何ができるんだろうね。本当にね、少ないんですけどね。まあ、しかも来てるのはね、ほとんど外人さんじゃないかなっていうかね、もう聞こえるのは韓国語と中国語ばっかりなんですよね。まあ、だからといって外人とは限らないけども、まあ、ほとんどカップルでね、来てるんで、まあ、外人さんなのかなっていう気はしてます。で、この集落入ってきてもね、まあ、昔そのままの形でね、残ってるなっていうね、まあ、少々変わってるかもしれないけどね、随分来てないんでね、もうわからないですね。まあ、建物の配置とか道はほぼ一緒なんでね、そのまんまですね。で、いよいよね、焼き物、焼くところにね、到着ということになります。手前はね、まあ、ろくろ回したりしてね、焼き物をね、楽しむ、焼き物とかね、その前の段階ですね、作ることができる。そしてこの先がですね、もう素焼きしたものに餌付けをする。そして焼いてもらったものを、まあ、持って帰るか送ってもらうというのね、そういうサービスをしてもらうお店になります。もう入ってみてね、もうやることは決まってるんでね、いつものお皿、いつものお皿って15年前のやつがまだあるんですよね。それに、手形をつけて焼こうというわけです。でようやくね、1歳になった孫なんですけどね、もうこのくらい小さいとね、なかなかね、手にこうようやくつけるとね、もう泣いたりね、まあ、下手すると舐めたりっていうことがねあるんで、なかなかね、じっとしてくれないんだけどね、まあ、この子は優秀なんですね。ちゃんと濡らせてくれてますね。まあ、いつもそうであればいいんだけどね、来年もそうであればいいけど、まあ、来るかどうかは分かりませんけど、はい、ということで手を広げて、いよいよね、お皿にペタンといきます。はい、みんなでね、手をギューッとね押さえてね、あちこち指まで押さえて、ようやくお皿に、移します。ということでね、あとはこれ文字を入れて、まあ文字なんで絵なりをね、付け加えて、で焼いてもらうというとこです。まあ子供は何のこっちゃというとこでしょうけどね。はい、ということでね、まあ目的は終わりましたんでね、まあお昼過ぎ来たんで、ご飯お腹空いてるということでね、これから食事を しに行きます。まあ、観光客の皆さんはね、この先のね、やっぱり、景勝地まで行ってね、まあ、楽しむという、まあ、景勝というかね、ここ お花がね、いっぱい大体ね、咲いてるそこなとこなんでね、ここで写真撮って帰るというパターンだと思うんだけどね。で、この手前もね、この広場のね、芝生の生えてるとこにカートがね、なぜか、置いてましてね、一回200円とか書いてあったかな。まあ、こういう遊び場もできてましたね。で、この先ですね、まあ、ここまで来るとね、向こうの方にね、お花が見えるんですね、花畑がね。で、今のところ見えるのがね、緑の葉っぱだけというところでね、まだもうちょっと先にね、コスモスが咲き乱れてるとこが見れるんだろうと思います。ということで、この日はこのまま右側のね、バーベキュー会場でバーベキュー食べて帰るというところです。どうもご視聴ありがとうございました。